のっぽろ PA の全体成功マート開業前の建物のっぽろパーキングエリアは北海道江別市西のっぽろにある同自動車道のパーキングエリアであるエリア敷地に隣接してバス停留所のっぽろバスストップが設置されている2007年6月27日より上下線とも売店に北海道のコンビニエンスストアチェーン成功マートが入居している24時間営業で 銀行 ATM、ホットシェフ、イートイン完備。北海道内で初めての24時間営業の売店があるエリア。開かれたエリアを目指す取り組みの一環として、PA 街との出入り口が設けられている。さらに、下り線側には一般道側の駐車場を設置している。管理、ネクセリア東日本株式会社施設運営、株式会社セコマ。 下り線一般道側駐車場管理、ネクセリア東日本株式会社施設運営、株式会社セコマ上り線バス停への入り口2020年12月1日、現在、すべて北海道中央バスによる運行で、共同運行路線は個別に事業者を示す。通行止め等で一般道へ迂回する場合は、国道12号の JR、北海道バス、 エベツ三丁目停留所に代替停車する、のっぽろバスストップに関するカテゴリー。ありがとうございます。